東京、銀座、日本の税が結集する街。有名ブランドが立ち並び、華やかさでは右に出るものはない。まさに日本の中心地。そんな銀座の御幸通りと並木通りが交差する特別な場所に、2020年9月、世界に誇れる最高のメンバーシップを確立したいという思いから、銀座とゴルフを親睦の会として銀座ゴルフィングソサイティを設立。その拠点として太平洋クラブ銀座をオープンさせた。皇居からわずか1キロというアクセス。人気の皇居ランの後、シャワールームも完備されている太平洋クラブ銀座を訪れ、汗を流す。ゴルフ書籍を取り揃えたライブラリーみゆき。昼はラウンジカフェ、夜はラウンジバー。飲食の場としても利用することができ、読書にふけりながらゆったりとリラックスした時間を過ごすことができる。さらに661と命名された特別席、銀座6丁目6番地の1という並木通りと御幸通りが交わる銀座でも特別な場所を見下ろすことができる。御殿バーは太平洋クラブ御殿場コースの18番ホールをイメージした本格的なバー。富士山をイメージした陳列など趣向が楽しい。時には一人で、時には仲間と気軽に通う素敵なひとときを過ごすことができる。御殿バーに隣接するダイニング並木は、太平洋クラブ総料理長が腕を振るう料理を楽しむことができる。最大28席、バーを含めると40席と、コンペやパーティーの利用にも最適だ。銀座ゴルフガーデンは、世界のトッププロも愛用するトラックマンを導入したシミュレーションゴルフ。データ計測のほか、フィッティングや世界の名コースをラウンドすることが可能だ。銀座とゴルフを楽しむ親睦の場として太平洋クラブ銀座をオープンさせ、銀座とゴルフを楽しむ親睦の会として銀座ゴルフィングソサイティは誕生した。いい人生にいい交流の場を。アワークラブ、アワーコース、太平洋クラブの提供でお送りします。まあ、このスペースもね、あの太平洋ビザマスターズのお宝がいっぱいあるんですけれども、ちょっと木本さん、こちらへよろしいですか。はい、一本廊下がスッとまっすぐ伸びてるんですが、はい、左右ご覧いただくと、ちょっとね、象徴的ないろんなものが出てくるんですが、これ、写真？あ、そうなんですよ。絵にも見えたでしょ。絵に見える、これ写真なんですか。写真なんです。すごい、すごい写真。廊下がギャラリーになっていて、飾られている写真を購入することもできる。さらに回廊を進むと、どうですかこれ。何これ、昭和、スナック昭和って。そうなんですよ。これどういうコンセプトなんですか、急に。昔の銀座メンバーさんに、はい、こういうところもあるんですよって、まさにこの、あのいわゆるゴルファーにとってのディズニーランドってお話。あ、はい、これがちょっと待って、コンセプトになってる。1970年代の銀座を再現したスペース、ここは後ほど。その前に紹介するのが、まさに銀座でゴルフというコンセプトの銀座ゴルフガーデン。トッププロも愛用するトラックマン搭載のシミュレーションゴルフが楽しめる。ただこのスペースはそれだけではありません。シミュレーションとして楽しんでいただくこともできるし、はい、ここ個室として貸し切っていただいて、ええ、ここにこうテーブル広げて、うん、パーティーもできるという。すごいですね。だからいろんな使い方ができる。へえー、
いいですね。銀座のど真ん中で打ちっぱなしですか。そうなんです。へえ、すごい。10人ぐらいは入ってね、パーティーもできるというぐらい広々としたね。いや、広いですよね。うん。それでは驚愕の遊び心、スナック昭和に潜入しよう。参ります。はい。ダーン。本当に昭和ですね、これ。これはね、全然私がイメージしてたのと違う。なんかね、へー、個人的には、はい、この空間があることで、はい、うん、今回のこのスペース全体の価値がすごく上がったなと思います。面白いスペースを作ったなと、うん、昭和40年代のスナックを再現したスペース、細部にもかなりこだわっていて、個室として利用することができる。俺入り浸りますよ。じゃあ会員ナンバー1番。ありがとうございます。お願いします。ゴルフジャーナリスト三田村翔吾、長きにわたり世界のメジャートーナメントを取材、ゴルフ記者会の重鎮である。ゴルフフォトグラファー宮本拓、海外を拠点にツアーの取材を行っている世界ゴルフ殿堂選考委員でもある。ゴルフ界に精通した2人が太平洋クラブ銀座で本音を語らうエバーグリーントーク。まあ、あの太平洋クラブのその魅力というと、やっぱりこの一つの会員権でやっぱり今の18コースをこういうその会員権スタイルっていうのは、まあ日本ではないし世界的にもかなり珍しいスタイルなんですよね。でいろいろゴルフコースにそういうなんていうかな、魅力がみんな個性があって、で今日はどこでやろうかと。いう楽しみっていうのはね、なかなか他のコースで味わえないそのスタイルなんです。まあそうだよね、うん、あの太陽クラブのこれからの考え方って、まあ、例えばこの銀座に拠点を持ちましたっていうところで、はい、つまり本来のゴルフライフっていうのは、うん、ゴルフを含めたライフ、まあ、ゴルフィングライフと言った方がいいのかなという感じがするんだけど、そういうところにこう進んでいってほしいし、多分このまま行くとなんか今までと違った形でその充実感を持った ね、はい、方向に行くんじゃないかなという気がある。今年八千代コースが新しく加わって、はい、今その八千代なんかではこう自分で手引きで回ったりね。そうだね。ああゴルフってやっぱりこれだよなっていうなんか新たな感動を覚えたっていうね。そうですね。で最近僕ヒッコリーにハマっていて、すごいですね。特に例えば八千代なんかの場合は、うんうん、たまにはそういうね、うん、ヒッコリーで回ると、うんうん、また違ったそのゴルフ感、うん、あるいはゴルフゲームのあり方、うんうん、つまりもう一個ナイスショットが出るとものすごく嬉しいわけですよ、うん、そうですね。楽しいという楽しいですね。なんかこの4時間の旅がなんかこうおいろんなこの面白さが詰まってて、うん、僕と三田村さんがよくスコットランドで、ね、旅をした時に、いや日本とはやっぱりゴルフ感の違う、ね、ものをすごい感じて、ね、うん、でなぜ日本にそういうものが根付かないのか、うん、違う同じゴルフっていう名前なんだけども感じるものは随分違いましたよね。そうそうそう、だから同じように最新鋭のクラブもこれも楽しい、はい、だけど時々ヒッコリーに帰ります、うんうん、時々パーシモンに帰ります、はい、っていうことができるっていうのは、つまり18ホール18コース持っている太平洋メンバーさんだとね、はいはい、あここはちょっとヒッコリー、例えば八千はヒッコリーでやってみたいなとか、はい、うん、ここはもうちょっと挑戦的に今のクラブでやりたい、うん、たまにはパーシモンどうだろうって、この幅がものすごい広がるっていう、はい、ものの考え方があるんじゃないかなと思うんですよね、はい、だから最初、まあ、太平洋クラブがこう再生されて、で17コースで始まって、その後にしたことがやっぱりそのレシプロっていう、やっぱり海外との提携、はい、海外の名門との提携があって、やっぱり旅の楽しさであったり、あのそういうことを皆さん味わって、うん、そういういろんな国の文化を知って、
で今度その八千代を投げかけてきて、八千代でこう歩いてみたり、うん、自分で手引きしてみたり、うん、次何を提案してくるんだろうなと思った時に、うん、この銀座だったんですよ。そうですよね。だから本来は、本来のスタートはここのベースだったのかもしれない、うんはい、だからまあいわゆる太陽クラブの将来っていうことを考えていくとね、うん、つまり今までのゴルファー、うん、あるいは今までのゴルフ場、うん、今までのクラブライフっていうものとは違った立ち位置になる、まあ、簡単に言えばそれが本来の総合的なものになった、はい、ようやくこうなんか糸がつながって立体感が出てきたっていうような、はい、ね、やっぱりこの特殊性、この18コースを使える特殊性のクラブ会員権をポジティブな感じで、うん、いろんな、じゃあ何ができるんだろう、うん、こういうことができるんじゃないかっていう、その中でそういう今窮屈な世の中ですけども、うん、やっぱりそういう中で面白いことを見つけていく、うん、仲間を見つけていく、うん、楽しみを見つけていくっていうね、うん、なんか太平洋クラブがなんかゴルフの考え方をね、うん、ひょっとしたらこれからの100年に向けて一つのなんか提案をしたのかもしれない。そうだから、うん、今までの100年、これからの100年っていうちょうど真ん中に僕らいるっていうふうに考えていけばね、100年後のゴルファーたちに出会いたいなと思う。どうなってるか出会いたいなと思うよね。いや、もうね、こういう楽しみを提供してくれるのはね、やっぱり生きていく上でのね、一つ一つの重要なことで、僕はこれが楽しみです。まあ楽しみだよね、はい、もっとゴルフしましょう。銀座とゴルフを通して仲間との交流、家族との絆を深めていく、いい人生にいい交流の場を。一つの会員権で国内18すべてのコースをプレーしていただける共通会員制ゴルフクラブ、太平洋クラブ新規会員募集。Why this these changes are being made? Because the game has changed. Changes, and every hole really has a different twist. And I think that's what's going to make this a highly regarded golf course by many players, because you're not playing the same hole. You notice there's a different character to every hole you play. ティーグラウンドもすごく広くなったので景色がいいんですね。ですから富士山をどこからも見えるということで、まず気分よくプレーができるっていうコースがすごく印象的ですね。太平洋クラブ会員権には6つの魅力があります。国内18コース共通会員制、各国トップレベルの海外名門クラブもメンバー料金でご利用できます。トーナメントレベルのコースメンテナンス、トーナメントプロアマ大会への出場、年間250を超える各種クラブ競技会、メンバー料金でプレーできる親子登録制度、国内18コース全てをあなたのホームコースに。太平洋クラブ新規会員募集、パーソナル会員は380万円。詳しくは資料をお求めいただきご検討ください。ご購入をご検討の方には国内18コースのうち1コースをご優待料金にてプレーしていただけます。資料のご請求は0120-121-289 121-289、または太平洋クラブで検索。